モハメド・ナスル・エル・サイド・エルネニーは、エジプトガルビーヤ県出身のサッカー選手。プレミアリーグ・アーセナル FC 所属。エジプト代表。ポジションは MF。エジプトの名門、アル・アハリのユースチーム育ちである。2008年に、ジョン・ウー・タカやモハメド・サラを排出したアラブ・コントラクターズ SC に移籍し、2010年にエジプトプレミアリーグでプロデビューした。 2013年1月にスイスの強豪 FC バーゼルから冬のトレーニングキャンプに招生。そこでの成績が評価されて移籍し、2012から13シーズンのリーグ戦とカップ戦の優勝を経験した。シーズン終了後には2017年まで契約を延長。翌2013から14、2014から15シーズンもリーグ優勝に貢献するなど、 バーゼルの中心的存在として活躍した。2016年1月13日、プレミアリーグのアーセナル FC への移籍が決定。同月30日の FA カップ戦のバーンリー FC 戦でアーセナルデビューを飾った。さらに3月の UEFA チャンピオンズリーグ1回戦の FC バルセロナ戦のセカンドレグにはアーセナル加入後初ゴールを記録するなどシーズン途中入団ながら セントラル MF に定着し、2015から16シーズンは11試合に出場した。2018年3月26日、アーセナルと長期の契約延長したことが公式発表された。ペアメルテザッカーの引退に伴い、2018から19シーズンから背番号を4番に変更することが決定。2019年8月31日、 ベシクタシュ JK1 年間の買い取りオプション付きのレンタル遺跡が発表された。2021年5月2日、プレミアリーグ入滑する戦で66試合目にして、自身初となるプレミアリーグでの得点を決めた。同年9月2日、代表戦期間中に非公式で行ったブレントフォード戦で左のハムストリングを負傷。2011年29歳の若さでエジプト代表に招集され、 同年9月3日のアフリカネーションズカップ2012予選、シエラレオネ戦でデビュー。2012年のロンドンオリンピックにも出場した。2014年6月4日のジャマイカとの親善試合で代表初得点を記録。アフリカネーションズカップ2017ではグループリーグ3試合とカメルーンとの決勝に出場。決勝では先制ゴールを挙げたもののチームは 逆転をきし準優勝に終わった。ありがとうございます。